中山京平は、日本の特農家、実業家、政治家。峰向き法徳社社長、掛川信用組合組合長、第日本法徳社副社長、静岡県小笠郡、肘方村長などを歴任した、浜松県出身の特農家である。法徳運動や農村復興運動を推進し、峰向き法徳社の初代社長を経て、第日本法徳社の副社長となった。 また、日本国内最古の信用金庫として知られる島田、掛川信用金庫の源流である、掛川信用組合の経営にも携わった。政治家としても活動しており、故郷である土方村で村長を務めた。1872年11月24日、浜松県城東軍峰向き村にて生まれた。上京して、東京法学院に入学し、英語法律学科にて学んだ。 その後、東京法学院の前科を卒業した。聖科である修山家は豪能であったが、資金の調達などで悩んでおり、それを契機として、岡田良一郎の下で、法徳思想を学ぶようになった。岡田は、富田光景、斎藤高之、福住正姉とともに、二宮尊徳の四大門人と称されており、東都海国法徳者の社長を務めるなど、法徳運動や、 農村復興運動の推進に力を注いでいた。岡田に感化され、修山も高徳運動や農村復興運動の推進に身を投じることになった。1936年7月22日に小田原町第一人城高等小学校にて開催された修山の公園、高徳と町村経営の公園六名時期の大日本帝国では、 地方公共団体の合併が推進されており、後に明治の大合併と呼ばれるほどであった。修山の故郷である峰向村も近隣の村と合併を繰り返しており、上土方村を経て土方村となっていた。また、峰向村が属していた上東軍も佐野軍と合併し、小笠軍となっていた。こうして誕生した静岡県小笠軍、土方村において、 中山は1903年1月に峰向き法報徳社を設立するとその社長に就任した。以来、旧礼向き村を中心に肘方村で報徳や農村復興に向けた活動を続けた。一方で他の地域での報徳や農村復興の啓蒙活動にも積極的に取り組み、地域や職域での報徳者結成を支援していた。こうした活動により、 やがて修山は山崎時和や西郷東八と共に小笠軍を代表する法徳思想家として知られるようになった。法徳運動の全国組織である大日本法徳社においても1933年2月26日から亡くなるまで理事を務めた。さらに1945年2月27日には大日本法徳社の副社長に就任し、 1948年2月25日まで、務めた。その他、1937年8月9日には、第二本振興法徳会の顧問に就任し、1946年9月4日には、法徳連合会の理事に就任するなど、関連組織の役職を、多数務めた。なお、岡田良一郎が創設した、官業資金積立組合を期限とする。 掛川信用組合の経営にも携わることになり、1935年2月には、組合長に就任している。また、静岡県小笠郡、土方村の村民からも信頼を置かれるようになり、晩年には村長に選出されることになった。その後、土方村は、助けた場村と合併することになり、1955年に上東村が新設された。1957年、 静岡県小笠郡上東村にて死去した。日本博覧図、静岡県に掲載された集山邸の前系静岡県掛川市の集山家は、思想家や医師など多様な人材を輩出している。集山教平の父である集山健三郎は商屋を務めた。教平の没後、集山家では集山敏夫が、峰向き報徳者の活動に携わった。さらに、 京平の孫であり、かつ、年尾の息子である、修山康彦は、文学者となり、東京学芸大学学長や、第二本法徳社社長などを歴任した。また、修山家はかつて、籠の花という野号で、酒造業を営んでいた。籠の花の銘柄、花の香は、康彦らの依頼により、土井酒造場が復元して発売している。また、文家筋にあたる、 和子山洋人氏も、宝徳思想を広めると共に医師として活動していた。本家である京平の修山家がかつて酒造業を営んでいたのに対し、文家である洋人氏の修山家はもともと、醤油醸造業を営んでいた。しかし、医師である洋人氏を養子師として竹から迎えたのを機に、醸造業を廃業して、医業を家業とした。洋人氏の娘にあたる吉岡弥生は、 東京女子医科大学の設立者として知られており、吉岡家は現在も東京女子医科大学を運営する学校法人に携わっている。ありがとうございます。